向かっております。まだどこに泊まるとか何をするかっていうのは決めてないんですけれども、とりあえず静岡県に行きたいなと。まあ、キャンプはね、キャンプ用品持ってきてないので、キャンプにはもう今年はもう行かないですね。寒いし温泉行きたいなと思って静岡県に向かっております。で、まあこのままダラダラ走らせて、適当に道の駅に停めて、そこら辺で予約しちゃおうかなと思ってます。お腹すいたのでどこか探しますね。でい、ゆで太郎あった。これは暑いですよ。いつもラーメンとか食ってたから、こういうさっぱりしたの食べたかった。行ってきまーす。うまかった、ゆで太郎。久々に食いましたけどね、うまかったわ。深夜のそばで、今小田原城の近く通ってきたので、ドラクエウォークのお土産取っちゃいましたね。で、目的地も静岡近いんで、最近もうずっと遠出だったので、あと1時間ちょいで着いちゃうんですよ。近く感じますね、1時間のドライブがね。後ろの車煽ってくんじゃねえ。神奈川県の真鶴のセブンイレブンで飲み物を買うという行動を今からしてきます。見てください、ライフガード買っちゃいました。このライフガードを飲んでドライブ楽しみたいと思います。ふー、いやードライブやっぱ楽しいですね。これ左全部海ですね。湯河原あたりかな。あ、おそらく熱海を通って、そっから内側、中越の方、修善寺の方に向かうのかな。というルートですね。あー、いいわー、ドライブ。熱海の街ですよ。夜の熱海の街ですよ。いいですね、真っ暗ですよ。真っ暗、人歩いてますね。風情ありますね。はい、Google ナビにねお任せしたら、すっごいちょっと怖い道に来ちゃいましたね。ここを抜けていきます。もうたまらんね。はい、入ります。着きました。伊豆のへそさんですね。ほとんど見えないですけど、大きな道の駅です。そして今回もね、星がかなり綺麗です。もうカメラに映らないでしょうね。ではお手洗い行ってきます。道の駅の中にホテルありましたね。トイレがどこかわからないよ、寒いよ。周りが真っ暗で何も見えないですね。現在4時か、朝の。意外に眠れますね。眠れるかどうかわかんないけど。おやすみなさーい。おはようございます。なんとですね、朝11時でございます。5時ぐらいには寝た記憶があるんですけど、久しぶりの車内で爆睡ですね。そして起きてみたら、やっぱり大きな道の駅ですね。大人気でした。こんな感じですよ。少し道の駅で、楽しんでからお昼ご飯を食べにどっか向かいたいと思います。この道の駅は試食コーナーの
充実ぶりがやばいっす。ほとんど試食できちゃう。これだって12個入りで700円だから1個この1粒50円以上しますからね。つい楽しくて1時間ぐらいいちゃいましたね。で、あえてお昼ご飯、こちらで購入したご飯をいただきます。椎茸ご飯とかですね。で、あとね、みかんも買っちゃいまして、見えないかな、みかん、はい、みかんも買っちゃいましたんで、こちらをいただいて現地の方にゆっくりドライブし始めます。いやー、うるさいラビー、喋り出した当時に喋るな。観光地っていう感じの橋ですね。そんなことないか。あー、美味しかったです。ああいう手作り、うるさい、ね、ああいう手作り感のある味、本当に美味しかったです。で、みかんも買ってますんで、この後ね、あー、海沿いでベンチ見つけたら、そこでね、みかんムキムキして食べようかなと思います。うるさい、このまんま結構いい時間になるんですよ。もう2時になっちゃう、現地到着予定が。あ、で、ちょっと焦るようにすみませんね。どこに行くか決めました。雲見温泉という静岡のね、左下にある温泉に行こうかなと思います。過去に一度だけ行ったことあるんですがね、そちらへ向かいます。楽しみですね。恋人岬に来ました。景色がいいのでぜひご覧ください。結構混んでますね、平日ですけど。綺麗ですね。これが撮りたくて一瞬だけ止まりました。はい、あと2シーズンと言いましたら、加山雄三さん、加山雄三ミュージアムですね。これ今曲が流れてるので著作権が、ね、危ないので喋り続けます。トイレがやばいんですよ私。トイレとお土産屋さん行きます。いいですねこの雰囲気。堂ヶ島といったら遊覧船ですね。乗りたいですけど時間がないので今日は勘弁してやるよ。下下れましたけど、やっぱ伊豆の海綺麗ですね。すごく南とか西東は綺麗綺麗、泳げるわ全然。物も終わりまして、宿へ向かっております。結構時間がないんですよね。寝坊してしまったせいで時間がないっていうのと、やはり伊豆は観光したい場所がたくさんありますね。ではこのまんま雲見温泉街へ向かいますね。雲見温泉着きました。見てこの閑散とした雰囲気、少し流す感じでこのまま撮っていきますね。人がいませんよ。このまま海岸線沿いまで行って車止めて街中歩こうかなと思っております。はい、見て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 、はい、温泉街、これ温泉街というか繁華街。あれ撮れる、これこれすれ違いやばいんだけど、ここ、はい、見てこれ、この太郎さんってね、すごい人気ありましたね。いいでしょう。楽天に乗ってなかったら間違いなくここの温泉街の存在知らないですね。結構ね、楽天以外でもたくさんありましたね。じゃらんとかでも良さげな旅館もありましたよ。民宿か。はい、見てこれ海です。では一回切りますか、車止めます。
い海ですね。これなんだ、駿河湾だっけ。うわーいいわ。あ、足湯とクジラ館、少し気になるんで行ってみます。クジラ館への入り口は3階国道沿い、こ1階から入れないんだ。というかこれやってないだろう。やってないな、やってないですね、さすがに。そしてこちらが先ほど見えた足湯ですね。お湯沸いてないっしょこれ。温泉これ。あ、ご利用できませんか。少し触ってみますね、一回。あったかいのかな、一応。あ、冷た。もうだ、無理無理。普通の多分海の、いや、わかんない。まあとにかくいい雰囲気ですよね。はい。やべーす、これ見てください、涙出てくるね、この雰囲気。海ですね、こっちは。いかがでしたでしょうか、雲見温泉街。何かこう感傷的になりますよね。ではこの後は宿にチェックインいたしますので、多分ねもうまた10分ぐらいになっちゃってるんで一旦切りますか。この後は宿編でお会いしましょう。URL は概要欄に貼ってありますので、後日アップさせていただきます。では一旦失礼します。バイバーイ。下げてもらっていいですか？少し静かにしてもらっていいですか？